はい。若葉が光に襲われたんです。帰り道に。私、どうしていいかわからなくて。だから先輩に。はい。でも、どこから話していいのか。とにかく、私と若葉はいつものように喫茶店のバイトに行ったんです。それで、喫茶店のバイトも終わって、若葉と家に帰る途中で、あの子が立っていたんです。道の真ん中に。手に、刀を持って。そして、襲いかかってきたんです。大丈夫ですわ。のぞみちゃん、大げさに救急車なんて呼んでしまうから。本当に大したことはありませんから、明日にも退院できますわ。月城光です。彼女に襲われたんです。のぞみちゃん、あの子突然道端で襲いかかってきたんです。刀を持って。あの子おかしいですよ。もし私がいなかったら若葉は。若葉が警察には言うなって。だってあの光ちゃんがこんなことをするはずはありませんもの。きっと何か理由があるはずですわ。でもあの子はどう考えたっておかしいよ。だけどあの光ちゃんの目はとても寂しそうでしたもの。でも夜はなるべく一人では歩かないようにして。遅くなるような用事があったら遠慮なく私を迎えに呼んでいいから。私本当に若葉のことが心配なんだから。わかりましたわ。お兄ちゃん、ひなた今手が離せないから電話に出て。
お父さんが消えちゃったの。お父さんが私の目の前で消えちゃったの。Thank you.
ナさん、後ろです。先輩、これは？あの子なんですね。
私、会ってきます。話してください、先輩。どうして止めるんですか。はい。先輩。私の気持ち、間違っているんでしょうか。若葉が襲われて、それで、ひかりちゃんを憎む気持ちは、間違っているんでしょうか。実は、私と若葉とは、血がつながってないんです。でも、それでも姉妹というものは成立すると思うんです。私と若葉は、間違いなく姉と妹なんです。私は若葉のおかげでこうして動けています。若葉がいなければ私は多分まだベッドの上にいたと思います。若葉は私にたくさん愛情を注いでくれている。若葉にだってやりたいことがいっぱいあるはずなのに、私のためにそれを振り捨てて私のそばにいてくれるんです。私の病気の進行を止める、ただそれだけのために。そんな若葉に私は何か恩を返さなくちゃと思ったんです。だから私はこの身に変えても若葉を守ると心に固く決意したんです。でも若葉、今日は図書委員会の当番で遅れるって電話があったんです。私、まさか若葉がこんなことになるなんて思ってもみなかったから。私、なんで若葉を迎えに行ってあげられなかったんだろう。私は若葉を守れなかった。だから悔しいんです。だ
から憎いんです、あの子が。私にだって分かってるんです、若葉の言うことも先輩の言うことも。でもあの子のやっていることはどう考えてもおかしいですよ。もしかしたら若葉は死んでいたかもしれないんですよ。なのに若葉も先輩もあの子をかばおうとして。でも私は若葉をこんなにしたあの子をどうしても許せないんです。私どうすればいいんですか先輩、私どうすればいいんですか。でも迷惑なんじゃ。わかりました、お願いします。でも若葉はどうしましょうか。ひなたちゃんがいないから、岡野さんがいない間に若葉が起きたりしたらびっくりするんじゃ。そうですね。
当ですね。ぐっすりね。